戸坂恵里は、富山県高岡市出身の女子レスリング選手である。階級は 48kg 級。身長 152cm。イタリ学館大学健康科学部、健康スポーツ科学科卒業した。2016年より、イタリ学館大学大学院に進学し、東新宿てにも入社し、女子レスリング部に所属している。 国体のグレコローマンレスリング 48kg 級で優勝経験のある父の勧めで高岡市立木津小学校3年の時に高岡ジュニア教室でレスリングを始めた。なお、父親は柔道の立ち元愛、遥か姉妹の父親と高岡第一高校時代の同級生で中学時代には柔道で対戦した経験もあった。高岡市立南西中学校に入学すると 週3回の練習では飽き足らず、毎日練習しないと勝てないと思い立ったことから、近くにあって、毎日練習を行うことで知られる、宮原優の父親が運営する、宮原ジムに移ることになった。中学3年になると、高岡ジュニア教室も毎日練習を行うことになったため元の所属に戻った。そして、全国中学生選手権で優勝を飾った。 イタリ学館高校入学後は全国高校女子選手権を2連覇した。また3年の時には全日本レスリング選手権大会の2回戦で山本美優を破るなどして勝ち進むが決勝で小原瞳に敗れた。イタリ学館大学に入学するとジュニアオリンピックでは1回球場の 51kg 級で優勝した。レスリングワールドカップでは 出場機会はなかったものの優勝メンバーに名を連ねた。全日本選抜レスリング選手権大会でも優勝を飾って世界選手権 48kg 級代表に選ばれた。カナダのストラスコナカントリーで開催された2012年レスリング世界選手権では決勝でベラルーシのワネサ・カラジンスカヤと対戦してお互い1ピリオドずつ取り合って迎えた第3ピリオドにおいて ポイント2から2から終了直前にカラジンスカヤがトハンを場外に押し出したとして相手に1ポイントが入ったもののトハン陣営が場外に出ていないとして判定にチャレンジするとそれが認められてビッグポイントを取っているトハンの勝利が一旦は先せられたしかし今度はカラジンスカヤ陣営がその最低にチャレンジするとカラジンスカヤがハンを場外に押し出す前に 途半のバックを取っていたとみなされて1ポイントが、追加されて、カラジンスカヤの勝利ということになり、再び判定が覆されることとなった。本来なら、チャレンジ後に出た結果に対する、相手のチャレンジは認められず、この試合で、ジュリーを務めたマリオ・サレトニグ自身もそれを認めたものの、先にチャレンジしたのは、カラジンスカヤ陣営だなどと全く事実に反する、弁明をして、 途半人営の講義を受け付けようとはしなかったという。その後の全日本レスリング選手権大会決勝では、今まで一度も勝てなかった九州協立大学2年の入江ゆけを破って優勝した。2013年6月の全日本選抜レスリング選手権大会で優勝して、前年に続き世界選手権代表に選ばれた。7月のユニバーシアードでも優勝を飾った。 2013年9月の2013年レースリング世界選手権では順調に勝ち上がり、決勝ではベネズエラのマイリス・カリパニ・テクニカル、ホール勝ちを収めて、前回大会にて5審で2位に終わった雪辱を果たして初の世界女王に輝いた。2014年にはワールドカップで優勝すると、全日本選抜でも決勝で 51kg 級から階級を落としてきた。 東京の宮原を破って3連覇を達成して世界選手権代表に選ばれた。世界選手権では決勝でポーランドのヨオナニナマトコフスカ20から2の大差をつけて勝利を収めて世界選手権に連覇を達成した。続くアジア大会では決勝で2013年の 51kg 級世界チャンピオンである中国のマゴアクスノキを5の1で破って優勝した。 12月の全日本レスリング選手権大会では3連覇を成し遂げた。2015年6月の全日本選抜では4連覇を達成して世界選手権代表に選ばれた。9月の世界選手権では決勝でロンドンオリンピック銀メダリストであるアゼルバイジャンのマリア・スタドニクと対戦した。消極的であるとしてアクティビティタイムの警告で2ポイントを選出されるが、 終了10秒前にビッグポイントとなる片足タックルで、同点に追いついた。同点の場合は、ビッグポイントを取った方が勝者となるため、スタドニク側は都半のポイントは場外に押し出した1ポイントでは、内かと判定に異議を唱えるチャレンジ権を行使するも、認められなかったことでポイントは3から2となり、都半が世界選手権3連覇を達成した。今回優勝したことで十二月に行われる、 全日本選手権に出場さえすれば、規定により2016年、リオデジャネイロオリンピック代表に内定することになった。力の強い外国選手対策として12月の全日本選手権では1回球場の 53kg 級に出場すると、決勝では九州協立大学3年の入江七海と接戦になりながらも競い勝ってオリンピック代表を決めた。 2016年2月のアジア選手権では準決勝で、孫はクスノキに4の5で敗れて3位に終わり、2012年の世界選手権以来3年半ぶりの敗戦を喫することになった。また、連勝記録も59で止まった。6月には、富山県庁を訪れて、何が何でも金メダルを取りたいとオリンピックに向けた決意を語った。 8月17日のリオデジャネイロオリンピックでは2回戦で、カザフスタンのジュルジズ・エシモアを6から0、準々決勝で、アメリカのヘイリー・アウゲロを11から2を、準決勝では、中国のマゴアクスノキを8の3でそれぞれ破った。決勝では、アゼルバイジャンのスタドニクに1の2で、リードをされるも、終了間際に片足タックルから、相手のバックを取って3から2で逆転勝ちして、 金メダルを獲得した。9月にはオリンピックでの活躍が評価されて、県民栄誉賞を受賞した。11月、四守法賞を受賞。2017年1月には、古傷の左足親指の手術を受けた。そのため8月の世界選手権代表にはならなかった。9月には1年1ヶ月ぶりの復帰戦となる、全日本女子オープンレスリング選手権大会に5 3ラム級で、 出場して優勝を飾った。12月の全日本レスリング選手権大会では、新階級の 50kg 級に出場するも、準々決勝を勝った時点で左膝と、左足首の怪我を悪化させないために棄権した。2018年6月、全日本選抜選手権準決勝で、自衛隊体育学校の入江由紀に2から6で敗れ3位に、終わる。 世界選手権代表にはなれなかった。12月の全日本選抜選手権では準決勝で、入江に敗れて3位に終わる。2019年6月16日、全日本選抜選手権、女子50キロ級の決勝で、須崎優衣と対戦したが敗退する。同年9月の世界選手権の出場の可能性がなくなった。12月の全日本選手権では準決勝で、 須崎ににロの6で敗れたため、東京オリンピック代表になることはできなかった。2020年8月5日、総合格闘家の倉本和馬と結婚。2021年8月21日、同年8月10日に第一子となる男児を出産したことを自身の SNS で報告。執念深い性格をしており、嫌なことを言われたり、されたりしたら決して忘れない。 心に秘め続けて何年かかろうとも見返す時を待ちわびている。チョコレートを大好物としているが減量の時にはやむなく我慢する。また、試合の前夜には勝ち飯として必ずカップ麺のド丼イキツネうどんを食べることにしている。試合前にはホテルで西野かなビリーブを20分間熱唱するというロックバンドのザ・ピローズのファンである。 中でもファニーバニーという曲を最も気に入っており、勝ち曲としている。そのザ・ピローズが都飯を応援するために書き上げた楽曲、B.E. ワイルドが都飯の所属する東新十ての CM で使用されることに決まった。愛知県名古屋市千種区にあるスポーツジム、b c プロジェクトに所属しており、同ジムに所属している横浜 DNA ベイスターズの関根大輝と仲が良い。 このようなつながりもあり、ドハン自身もベース,スターズファンであることを公言している。阪神タイガースファンである女子レスリング選手の土星皿とは、お互いに野球観戦に行くこともある。女子レスリング選手の佐賀駅は、菅原光、K1 で活躍している、キックボクサーの野入正明とは至り、学館高校時代の同級生。エイト菅原とは、大学も同じである。3人とも、 練習の虫とまで評される、途半の豊富な練習量と集中力に敬意を抱いており、栄は、エリについていけば、自分も強くなる。そう自分に言い聞かせて一生懸命練習しましたと、語っている。ゴング格闘技2016年6月号では、ノイリとの対談も実現している。高校1年生だった2009年の大晦日に、 地上波放送されたダイナマイト、勇気の力2009での K1 甲子園で優勝するなど先に実績を残したノイリの存在は刺激になったとのこと。河江リナと似ていると話題となった。川江とは2016年10月23日放送の日本テレビ行列のできる法律相談所で初共演を果たした。左利きである。ありがとうございます。